まずですね、現状を先週に関していくと、もう CPI ですよね、その物価上昇率っていうのがその予測よりもですね大きかったっていうことで、フェドの利上げの、ですね織り込みっていうのがスパンとこう跳ねる 1% の、 9月の FOMC で 1% の利上げまでですね織り込まれるということで、大きくですねリスクアセットの方が CPI で、売られました。ブラックアウト期間、つまりそのフェデラルの高官がですね、その話が表でできなくなる期間に入った翌日に出てきた CPI ということで、冷水をあぶせるような形でですね、全部全戻しというようなところをですね CPI で叩きました。まあ、その辺はですね上手にやっていかないといけないと思うんですよね。っていうのも、その CPI がですね高かったよってフェデラルの方が利上げをするであろうということで、一気にリスクアセットを売られたわけなんですけれども、フェデラルのですね残高の方がですね、なんと今回上昇してるんですね。っていうのは、つまりその量的縮小をですね、量的引き締めを今もう9月に始めて2倍速でやっていくということを言ってるわけなんですけれども、ただ実際のところ残高減らずにですね逆に増えているっていうことですね。ということはこれ緩和しているっていうことなわけですよ。この紫色で書いたやつっていうのがですね、この米ドルの流動性指標になるわけなんですけれども、結局1週間をかけてですね流動性の方を上昇してるんですよね。ドルの方を市場にフェデラルの方は供給しに来てると。で、結局今の米ドルのですね供給量っていうのを見てやると、7月の18日あたりですね、この7月の FOMC に入るブラックアウトをなり始めましたね。ブラックアウト期間入りのタイミングとですねほぼ同じですね流動性っていうのが提供されてるわけなんですけれども、同じ流動性でじゃあ株価どうなりましたかっていうことで見てやると、これナスダックの株価がこれ今ローソク足で書いてますけれども、これどうですかね、これ一緒なんですよ。っていうことは、今の市場は何を見てるかっていうと、その景況感でもなければファンダメンタルでもなければ、結局中銀がですね米ドルを市場に対してどのぐらい提供しているのかっていう、もうそれだけ見てるっていう風なですねことっていうのが多分これで明らかになると思うんですよね。ということで、いろんなヘッドラインは出ますけれども、フェデラルだったりとか中銀の本音の部分っていうのはやっぱり数字を見ないとですね踏み誤ってしまうということがあるので、ここはですねやっぱりよく見ないといけないかなというふうに思いましたね。ちなみに期待インフレ率の方なんですけれども、これの方はもう 2.4% ぐらいまで下がってきてまして、まあ、結局金曜日にですねミシガンの期待インフレ率っていうのが2ヶ月連続でですねドドンとこう下がってきてますんで、将来のインフレ率、これ10年ですけどね、 2.43% ぐらいまで下がってきてるんですね。ですからここまで下がってくると、本来であればですねドル円だったりとかっていうのも、そのドルをロングしに行くっていうのもある程度落ち着いてくるレベルには、まあ、なってはきてるんですね。もともとドルをですね円を売ってドルをロングしに行くっていうのは、結局将来のインフレ率っていうのがどんどん上がっていくっていうことで、日本っていうのはですね資材を輸入しないといけないんで、円の売る圧力が増えるっていうことでドルロングっていうのが増えてたわけなんですけれども、まあ今はどっちかっていうとね、金利ですよね。はい、もう日銀はもう貼り付けになってますけれども、米国の方はどんどん金利が上がっていくよって、そのドルの方が買われていくっていう、まあ金利政策の方でね、こう買われてますけれども、金利政策っていうのがもしねその変わるっていうことになれば、これビッグイフですけれども、日銀が何らかの政策を変えるということになったとしたら、その期待インフレ率っていうのは随分戻ってきてるんで、そんなにですねその円を売りまくるような状況が続くかというと、そうではなくなると。ただそれには日銀の政策変更が必要ということになりますんで、これはもうどうなるかわかんないですね。明らかに来年の5月あたりにはですね、その金利が下がるということを市場は織り込んでるんで、仮に日銀が張り付けになってたとしてもですね、やっぱりこの辺を睨んだ動きだったりとかっていうのはやっぱ入ってくるでしょうね。でその頃には日本でもイベントがありますんで、まあやっぱり来年の4月5月あたりはね、はい、ドル円を見てるプレイヤーっていうのは一つの節目っていう風に考えてるんじゃないでしょうか。ちょっと今気になっているのはガソリン代なんですけどね、ガソリン代とバイデンさんの支持率なんですけれども、大統領の支持率っていうのはガソリン下がればですね上がるんですよ。ところが今何が起こってるかっていうとですね、9月の6日以降なんですけれども、ガソリン代は下がってるんですよ。これ見たらね、3.859 から9月の翌週に 3.80 ということで、順調にガソリン代は下がってるんです。ガソリン代下がってるんですけど、支持率がね上がってないんですよ。大統領さんがね、4ドル05のガソリン代がですね3ドル99になった時と、3ドル99が3ドル94ドルになった時って、心理的なインパクトって絶対こっちの方が大きいですよね。明らかにこっちの方が大きいわけですよ。3ドル台になったというのが分かるんで、だからこれ以上ですねそのガソリン代を下げようとしても、ここでもう大体のその支持率を獲得できるコスパっていうのは使ってしまったんで、あんまりここからですね、例えば 3.94 からですね 3.8 にして 3.7 にして 3.6 にしたって、
対してですね、その支持率の改善にはつながらないわけです。その逆に、これを抑えるために金利を上げてしまうと、今度は株価が下がるんで、株価が下がった上でですね、その支持率を落としてしまうというリスクが出てくるわけですね。例えば大統領のその支持率っていうことを考えるのであれば、ガソリン代は4ドルを超えないレベルに抑えつつ、株価を上げる方が得票にはつながるわけですね。だってもう4ドルの壁は使っちゃってますから、次は株価をですね、底上げしてあげた方が得票率につながると。なぜならば、アメリカの家庭っていうのはですね、6割超ですかね、株式持ってますんで、まあ、日本は 10% 台じゃないですかね。だから日本で株上げても大した支持率にならないですけど、アメリカは株価が上がればですね、支持率につながりますんで、それをやって支持率を稼ぐっていうのが一つの戦略になってこざるを得ないんじゃないですかね。っていうふうなことを考えて、もう一回、さっきのリスクアセットだったりとか、冒頭に出てきたやつっていうのを見てやると、全然その米ドルのですね、流動性っていうのは減ってないわけですよ。ということは、これ以上ですね、その原油の値段を抑えるっていうよりは、株価の方を底上げしてあげようというですね、動きに見えるんじゃないですかね、市場はね。はい。見えるような気がしますし、自分はそういう風な意図をちょっと感じますね。なんでそんなに大統領選って言ってるかっていうと、もう明らかにこの金、30日金利のイールドカーブを見ると、大統領選まで利上げをして、あとは知らないっていう風になってるわけですよ、市場としては。っていうことは、市場は大統領選が終わるまでは、インフレを抑えるために利上げをする。それ以降は利上げはですね、やめるという風に織り込んでいるということは、つまり大統領がですね、どういう風にやるかっていうことをですね、こう、ガン見してるということになるんで、まあ、さっきみたいなですね、じゃあ大統領が得票するために、最も効果的な戦術っていうのを、もし、例えば補佐の係に行って考えるのであれば、やっぱり必然的にですね、こういうところに行き着くわけですよ。ガソリン代をこれ以上下げてもですね、コスパ悪いんで、それよりは、今度はですね、4ドルを超えないレベルにしておいて、株価を上げる方向に行きましょうと。その方が支持率がトータルで上がる、その可能性が高いっていう風な、まあ、戦略になっていくんで、それがね、その米ドルの流動性のですね、増加っていうところに結びついてんじゃないのかなっていう風に、非常にこう推論ですけれども思うわけですよ。はい。というようなところがあるので、まあ、そんなにリスクアセットが FOMC 終わってさらにドン下げするかというと、その時はこういうやつっていうのはちゃんと見ておいた方がいいと思います。はい。というようなところがですね、金利動向及びイベントの確認というところでございました。引き続きですね、ディティールの方を見ていきましょう。